と思ってた。ゲイだ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 と思ってた。おっと、いけない。吹き出した。くそ。言いたいことがあるんだ。ほら、上等だってやつ。どう使う？上等だぜ。ポーリー、上等だぜ。なるほど。ありがとう。よくわかったよ。だな。ああ、そうだ。アブスキャン作戦。失礼ですが、鍵が開かないんですか？いや、すいませんが、廊下も禁煙でして。あの、ロビーなら大丈夫です。私に何かできます？私の祖母はいつも言ってました。これもきっと通り過ぎるよって。今、エキストラを総動員して探させてます。シーヘブン全域をカバーできるように、手の空いてるスタッフも全員活かせました。全部を足で移動するしかありません。彼は逃げられるわけありません。バリモアか。学校の方は誰か探してるの？一応誰か送ってくれ。わかった。町に戻ってみんなと合流してくれ。君も所定の位置につくんだ。援軍じゃないって言うと？え？何のためにです？本政部隊の方にいるかもしれませんけど、町の反対側ですが、町はドイツ軍に分断されちまってて。なんて名前です？ゴールドマン、伝令を呼べ！こちら、東から銃撃を受けて足止めされたんです。敵さんは2個連隊も増強してきてます。まったく、ここ45分くらいが静かだな。銃撃が西の方に移っていきましたから。あれですか？こっちの指揮をくじこうとあれこれ宣伝してるんですよ。なあ、でも俺にはないよ。だろう？俺はこのおっさんの部下じゃないし、殺でもない。おっと、やば。あん時の、ああ、思い出したよ。久しぶりじゃない。元気だった？そういや、あん時は真面目一筋って感じだったのに、一体どうしちゃったのよ。ファーリーがあんたと変わってくれって、クリス・セービアンとしか話さないってさ。よろしく。ボブズムダです。プレーンはないだろ。40人役者を雇って逃げたって言わせたんです。あんたもまんまとハマったな。何ですかジョージ、落ち着いてよ。こっちが焦ってもしょうがないでしょ。そうだ、来週トニー・クリフトンがタクシーにゲストに出る。そうすれば あいつも元気出るから大丈夫だって。これはアビー・オーおばさんなんだ。鳥が大好きだったんだよ。するとこの家はおばのものなんですね。それじゃああなたにも払い戻しをしなければいけませんね。ここに住むおつもりで？家を譲るという遺言があるんでしょうか。それならあなたにここに住んでもらっても構いません。遅れておいて申し訳ないんですが、11時の飛行機で立つもので、早速本題に入りましょう。我が社の開発部はこの地域に大いに期待しています。さらにマーケティング部によれば、人件費や地価が低コストに抑えられ、かなりの波及効果も見込めるとのことです。なんだこいつら、俺の商売潰すつもりか。まったくしょぼい連中だ。こんな貧相で薄汚い人間は今まで見たこともないぞ。いや、一応全部もらうか。こんなもんもらって俺もどうかしてるな。寮で稼ぐより仕方ない。よし、いいぞ。こいつら下ろしてきれいに表せろ。言いたい放題さ。家庭に縛り付けるなとか、このままじゃ息が詰まりそうだとか、ひどいだろ。それもいい経験だなんて慰めは言わないでくれ。苦い経験は人を成長させるとかって聞いた風なことをみんな言うが、そんなのは嘘だ。もし本当なら俺は今頃300歳は言ってるだろう。そうさ、成長なんていいから幸せになりたい。棚に200ドル置いたままだ。持ち物も残ってる。たまたま襲われたんじゃねえ。気だぜ。やっぱそうか。 LA は不吉な予感がしてたんだ。言わなかったか？嫌な街だ。俺はただ、畜生をジェイク見てみろよ。中華食ってる最中に勉強つくなっていいな。まずアロを運び出そう。儲かないか持ってこい。正気かよ。こんなとこ置いてけるか。どうだ、コツがつかめたか？集中するコツ。おっと、俺を愛しちゃってるってこと。こんなに尽くしてやってるのに。まあ、一度も消えた記憶にどんなのがあったか聞いたことないな。お前にとってこの2ヶ月はなかったってことか。だが気になってるのはそっちじゃないだろ。知りたいのはなぜこれを送ってきたかじゃなくて、せっかくの大金をなぜ放棄したのか。はっ、本気で惚れた。ワイナリーで引っ掛けた女との間に一日で愛が芽生えたのか。やめとけ。何もかも捨てる気なのか。友じゃない、完全に。どうかして。さて、それでどういう手で行く。僕が？ははこんな感じか。あの、突然すみません。さっきお宅の奥さんに一発はめたバカ野郎の友人です。申し訳ない。あいつが財布を置き忘れたんです。ちょっとお邪魔して探してもいいですか？できれば。はい。待てよ、今夜の相手はどうしようもないノロマだ。ぶちのめしてやれ。素早く動き回ってリングのど真ん中に棒立ちにして料理しろ。あの手のタイプはよくいるだろう。ただのクズ。うん、それはどうも。いやいや、失礼なことをお許しください。無神経で申し訳ないね。エイブラハム・フェルドマン氏はボクシングは初心者でいらっしゃる。おけつを優しく蹴りながらボクシングの何たるか教えて差し上げろ。繊細でお優しいお前さんでもできるだろうが、そのくらいは。ああ、
いました。何かの虫でしょう。すごくでかい。ご心配なく。この世に魔物なんているわけがない。ああ、こちらはファーバーさん、13の B 号室だ。彼女はヤンスンチョイ、お母さんと8の A 号室に住んでる大学の学生です。ヤンスン、夜中にプールを使ってる者がいるんだが知らないかい？ああ、いや、いいんだ。私はお前らを働かせてふんぞり返ってな、自分の手をへで温めるような男じゃない。時間は大事だからな。どういうわけでこんなことになったんだ？それで、あの男は何者なんだ？おい、大丈夫。ってことはあれだ、ホームレスか何かが女を救ったのか？さらまた何とも情けない話だな。さっさと使え。ああ、来たのか。シカゴで会ったの覚えてるだろ。電話してた。何か妻もグレイヤーの面倒もろくに見てないのに、子供なんか増やしてどうする？で、私を苦しめるからだ。おい、こうする。この M&A が片付くまで私はシカゴに行く。プラン変更だ。お前も一緒に行く。さあ、みんな行った行った。しっかり頼むぞ、いいな。行け行け行け。さあ、早く行くんだ。デューク、改革や忍耐に代わる二枚舌や泥棒の被害に遭わないよう、日夜注意を怠らない社会、それが今日の競争社会だ。泥棒に注意、笑わせるぜ。こいつにだけは言われたくない。ゴミ漁り野郎が。家までの道が分からなくなって、何度か警察のお世話になったからヘルパーをつけることにしたんでしょ。判事があなたを自立できないと見なせば後見人が必要です。お嬢さんが見つからないと。なるほど。見つからない場合は州があなたの後見人になる。このニュージャージーです。ではまずお嬢さんを探して、あとはそれから考えましょう。帽子を脱げ。ここはホテルのレストランだぞ。ラムウイスキーはガツンとくる。こんなのを飲んでたらもうめちゃくちゃ酔っ払うぞ。ああ、お前らはもうめちゃくちゃのようだがな。あ、聞きたいのはこっちの方だ。チャウはどこだ？どこだと言ってるんだ！チャウのクソ野郎は口座番号とパスワードはどうしたんだ！負ける男についてる。いや、逆だな。君は負ける男についてる。君には他のものにない何かがある。人間的魅力とでも言うのか。いや、違う。いや、それだけじゃない。にじみ出る何かが人を引きつけるんだ。記者にも好かれるだろう。一目置かずにいられない。彼らをチェスの駒のように動かしてる。しかもやすやすとだ。簡単なことじゃないよ。全て戦略的に考え行動するのはね。BL トラバスさん、わかりました。天使の街ロサンゼルスへようこそ。トラバース夫人、お持ちしますよ。あなたに挨拶しに太陽が出てきた。乗り心地は？ PL トラバース夫人。ああ、問題ないですよ。問題ないです。最新式のいいエアコンがついてますからね。古き良きイギリスに戻った気分になれますよ。最近の車はいろいろとすごいんです。父は家族をこの国に連れてきた。今から40年前、ロシア内戦を逃れてです。懸命に働き、真っ当で幸せな暮らしを築いた。アメリカの暮らしを。でもこれで平穏な暮らしは終わりだ。もう二度と戻ってこない。撮影しなきゃよかった。ストーリーさん、もう仕方ないことだが、これで済むと思うなよクモ野郎。俺はライドだ。戻ってくると言っておいただろうが。見ろニューヨーク、おいどもが戻ってきたぞ。おお、勇敢な子だ。アレクセイが怖くねえのか坊や。ちょっと線を引いてみるぞ。断層の南の端からフーバーダムまでほぼコロラド川に沿う形になる。この川は地殻変動によって生じたもので、地殻変動はプレートの境界を示す。境界が。つまりもしもこの一帯全てがこちらのプレートにつながってるとしたら、昨日ネバダで起きた地震は例外でも何でもない。